青学への逆転合格なら青学専門塾。1日単位の個別カリキュラムと365日コーチングで、どんな状態からでも青山学院大学に合格することが可能です。絶対に青山学院大学に行きたいという方は、概要欄から公式サイトをご覧ください。また難関私立大学に行きたい方向けに無料の受験相談も行っています。概要欄から公式 LINE を追加して何でも相談してください。東京大学の工学部の3年です。まあ、あんまり正直なところ、マーチの大学のそれぞれの印象っていうのはよくわかんないんですけど、まあ、ただ僕の高校が青学からまあ割と近いところにあって、まあ、青学の印象がすごい良かったので、まあ、選ぶとしたらなんか青学で、まあ、僕は今理系なのでちょっと文系の生活もしてみたいかなっていうのはありますね。やっぱり英語ができる人がすごい多いかなっていう印象があるのと、まあ、あとおしゃれっていうところですかね。そうですね、やっぱり特に僕は科学系の理系なので、やっぱり拘束時間っていうのはとても長くて、まあ、本当に朝の9時とかぐらいから、まあ、遅い時だと本当に夜までかかることが多くて、まあ、文系だともちろん就職活動とか、まあ、別な違ったところで大変だと思うんですけど、まあ、なんでしょう、偏見かもしれないですけど、ちょっと空きコマとか多いイメージがあるのでそういうところですかね。ゆとりってとこっす。東京大学教養学部理科1類1年生です。そうですね、正直僕はあんまり詳しくないので全部同じに見えちゃうと言ったら失礼ですけど、まあ、あんまり僕は詳しくないのでそれはしっかりさせていただきます。イメージですか。そうですね、まあなんか総じて楽しそうにしているなというのはなんか周りの友人の印象を見ていると思いますけど、まあ、僕らも楽しく頑張っているので、まあ、その辺はあんまり大学だからどうとかはないですね。東京大学前期教養学部理科2類1年です。はい、そうですね、神戸から出てきてるんで、まあ、地方でしかも関西なんであんまり詳しくない。マーチの存在もその東大入ってから知ったぐらいな感じなんですけど、中央大学が一番なんか自分的にはいいかなと思いますね。ひろゆきさんがなんかいはるんで、なんかああいう面白い人いっぱいいるかなっていう、そういう感じですね。東京大学の文化三類の1年です。そうですね、ちょっとなんか実際に大学に行ったりしてないのであまり分かんないですけど、まあ、学生がおしゃれなイメージがあるので、まあ、青学とかに行ってみたいなと思います。まあ、やっぱ場所が渋谷に近くて、まあ、東大もんですけど、まあ、結構いいとこにあるなっていうのと、まあ、あとはなんだろうな、結構国際系とかもなんか強いイメージがあるので、なんかいろんなことを学べそうだなっていうのもあります。